I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me, I'm good. I'm in overshoes on hard work. どうも皆さん、こんにちは。ジャストおなかです。好きなものを好きな時間に好きなだけ食べるという動画です。高校生以来のお母さんの手作りご飯を食べて、かっこ冷凍食品結局6ヶ月ぐらい減量してるので、オフも取らないといけないじゃん。ダメや。今日も食って、ちょっとずつ減量飯に、クリーンな食事に戻していく感じでやっていきたいと思うので、食べますよ。ジャストだが、こういう日も大事。最初に一食目、名古屋あんですね。粒あんとかじゃないよ。名古屋。こしやんとかじゃないよ。名古屋あんね。名古屋からのね、お土産のやついただきます。もう全部食べたもの一食ずつ全部取ります。好きな時間に好きなものを食べれるって幸せだね。今の時間が、朝の9時なんですけど、この時間は、胸肉と鮭とサラダと米少し食べてる感じですかね、減量中は。まあそれがコシヤーンということで、名古屋名古屋ということで、あ、そうだ。でお土産があるんですよ、カメラマンに。チーズケーキ好きやし。あ、好き。チーズタルト、やば、いいんだ。ありがとう。まあ死にます。まあ家で食ってください。最初に向かうのはもう朝からミスタードーナッさんが染み当たるぜ新発売のムゲットからいただきたいと思います。レーズン味です。死にいい匂いする。うまい。死にいい匂いする。外はサクで、中がムキューとしてる感じ。ムキューとしてる感じ。ムギューってしまう。ムギューってところどころのレーズンとシナモンの風味がふわーってってハーモニーになってもう舌が敏感になってる。いただきます。うまっ。やば。雪みたいな砂糖がピシャッてきて中はソフトな感じ、で甘さがふわーって優しいわ。優しい甘さがふわーって漂うわ。でこの周りの砂糖と中のカスタードがハーモニーこれ好きだ今日は好きな時間に好きなものを食べて、多少な量でいろいろ回っていこうかなと思って。あー、いいね。一発目ミスタードーナツだったんですけど、次はまあ沖縄の食堂だったりとか、沖縄全般の美味しいものを巡っていこうかなと思います、はいはい、これから。だから沖縄に来たい人とか、ぜひ参考にしてみてください。うまっ最後、いちご風味のドーナツいただきたいと思います。まあ、一口幸せ、最高だ。着きましたよ。2食目、今度は沖縄飯ですね。沖縄食堂、自分地元でもうね、部活帰りとかもうよく行ってためちゃくちゃおすすめ。ここは北部なんですけど、那覇空港からまあ1時間半ぐらいで着くので、もしね本土から来る人は行ってみてください。こちらです。あ、いい匂いする。もう沖縄感ある瓦屋のね感じで、食堂種類っていう感じで、安いし学生にもおすすめ、お手頃だし、だけど美味しいみたいな。ああ、まあ、ここから入ると思うじゃないですか。ここは看板です。はい、入るところはここです玄関、玄関もうめっちゃ沖縄感がある。まあ、とりあえずおじいおばあの家って感じ。ここで、まあ、2食目、甘いの食ったら塩辛の食いた感じ。あ、内装はこういった感じです。家庭ですね。家に食べに来た感じです。でこれが、他の人が食べた残り物普通にあるっていう感じ、まあ、全然 OK ですよ。いや、まあ、気にしない。そうで
でメニューがここにはないんですよ。あの、待ち見ないといけない。そばに、はい、とカツカレー一つに、焼肉定食お願いします。これが沖縄だから。そうそうそう、注文してもまだある、他の食べたやつ。うちな、うちなタイム。それがいいよね、沖縄の。一番みんながわかるやつ、等身どういつかわかる。これかな。餌見る人しかわからない。何だった？七肉店。忘れた。カデクさん、カデク。この速さ。楽しいや、久しぶりに弾いたら。どうぞどうぞ、三味線弾いていいですよ。ありがとうございます。カツカレーおかわりね、あんた方。これはあれですよ。何？おかわりですよ。おかわりですか。ごめんね。おかわり、おかわり。全然もっと食べます。もっと食べますよ。はい、よろしくです。はい、お待ちどおさまです。めっちゃうまそう。おはようございます。見てこのボリューム。うまっ。3人分そば。はい、お待ちどおさまです。やばい、暑いよ、気付けてよ。はい、これで500円ですよ。合わせても1000円ぐらい。そうね、すごいね。これね、太麺だからまたこれがいいんだよ。味最高。だし汁にしっかりそばの麺に味が入ってる。で、もちもちしてて、だし大事で、だしとそばのもちもち感でマッチしてる。絶妙なハーモニー。やばい。まるで家庭の味って感じだ。完食しました。パンプしてきましたよ、パンプ。何時までですか？今日はずっといる。あ、完食いたしました。めちゃくちゃ美味しかったです。余裕ですね。はい、大体1時間ぐらい。うわ、いい意味でもう優しいおばあちゃん、うん、気さくな方で飯も美味しいし、これから宝くじが当たると有名な年末ジャンボかな。あ、でいくらだっけ。10億、10億、7億、10億ぐらい、奥当たったところの巨大の道の駅なんですけど、まあ、ここでね、ちまちまね、沖縄の飯食べ歩きしようかな。まだまだ余裕なんだ。やばくない？ あの量食べても。で、年末ジャンボあっち見て、一等7億円出ましたって書いてるのかな。見える？出ましたの前後勝負だ。マジで10億だから。恵比寿、かまぼこ、
サーターアンダギー、もずく、黒糖ぜんざい、ポッパー、天ぷら、チョコ餅、ステーキ、沖縄そば、タコライスみたいな感じであるんですけど、自分が好きなものをちょこちょこ食べ歩きしていきたいなと思います。チーズケーキみたいな、チョコケーキみたいな、これ巨大の道の駅来た時は絶対食べた方がいい。うまっ。次はチョコです。冷たくて美味しいです。とろける。続いては恵比寿の10円まんじゅう。これがまた美味しいんですよ。中にあんこが入ってます。とりあえずおすすめなんで、もうとりあえず来た時は食べてみてください。食レポ下手くそなんで食べてみてください。あんことかりんとうが好きな人は食べてみてください。1個食べたらまた1個食べたくなる感じ。いやで、この甘いのにこの沖縄限定の三品茶が合うんですよ。続いてこちら、めっちゃ有名なサーターアンダギー食べようと思ったんですが売り切れということで、こちらは、来た時に食べてみてください。めちゃくちゃ美味しい。油です脂質、はい、だけど美味しい。油をそのまま食べる感じ、沖縄のドーナツみたいな。で行ってみてください。続いていきますか、食べ歩き。いろいろデザートとかパン屋とかカフェとかいろいろあるので、ぜひ行ってみてください。道の駅、もう道の駅紹介になってるし。とりあえずいただきたいと思います。どうすか、口の中で溶ける、溶けるシュワーで溶ける感じで、甘みがほんのり香る感じ、牛乳の甘み。あ、牛乳やばい、死にます。ということで、本当にここまで、ね、ただの食べ歩きの動画になったんですけど、はい、減量を6ヶ月やって終わっての、チートで本当に幸せでした。こういった感じでね、遊びも交えながら、自分はね、筋トレのライフスタイルじゃなくてライフスタイルのための筋トレなので、しっかり遊びもして、若い衆も楽しんでね、筋トレライフスタイルを送れるようにしたいなと思います。ここまで動画を見てくれてありがとうございました。これ美味しく食べます。それではね、次回の動画でお会いしましょう。タイムです。よし、これはおっかにあげてささみ食うかな。その夢の前に、ありがとうございます。